奥津温泉は、岡山県戸又郡鏡の町に流出する温泉である。かつての三正河国にあたる場所であり、湯の郷温泉、湯原温泉とともに、三正河三湯と呼ばれる。足踏み洗濯場吉井川に架か,かる奥津橋を中心に、温泉街が形成されており、日帰り入浴施設も有する。また、河原には露天風呂が2つあり、この露天風呂の片方は、 洗濯湯と呼ばれ、そこで行われる足踏み洗濯が有名である。この足踏み洗濯は、pH9.2 の温泉水が持つ漂白効果を利用して、付近の山々には生息する熊や狼を見張りながら、家事をこなすという生活の知恵として編み出された行為として知られる。現代でも洗濯に使う住民がいるほか、3から11月の日曜、 祝日に観光客向けの実演が行われている。国道179号沿いには、道の駅奥津温泉が存在するが存在するものの、入浴施設は併設されていない。洗濯場から見て、吉井川を約2キロメートル下流側に行った場所には、半日味温泉と大釣り温泉もあるものの、半日味温泉と大釣り温泉も、上流側の奥津温泉が湧出する場所と同じ。 断層の真上付近に湧き出していると推定される温泉であり、これらを総称して全体を奥津温泉と呼ぶ場合もある。なお、津山藩が関係する鍵湯では浴槽の底から温泉水が自然流出しているほかに、半仁寺温泉の場合は、吉井川右岸の岸壁から温泉水が自然流出している。平家湯伝説では、少なび粉の命による発見とされる。 江戸時代は津山藩の湯治場であった。旅館の奥津層にある鍵湯は藩主森忠政が一般の利用を禁じ万人を置いて鍵をかけたことに由来する。後世はこの温泉の成分に基づき化粧水を作っている。足踏み選択は昔から行われており、その様子を与さの鉄管が次のように短歌に読んだ。 衣洗うお靴の乙女川床の世紀に立ちて踊ること、踏むただ、1926年に大規模な火災が発生し、温泉街が消失した。藤原真嗣の小説、秋津温泉の舞台であり、映画化に際しては、当地で撮影も行われた。この映画が1962年に公開された結果、お津温泉は知名度を向上させた。 1966年8月1日に国民保養温泉地に指定され、1991年には国民保健温泉地に指定された。中鉄バスが岡山市山市奥津温泉への急行バスを運行し、ロマンスカーと命名され、脚光を浴びた。また、多角経営の第一号として、奥津層の経営も一時期行っていた。2001年から温泉街では、 ゆ順手形を発行していたものの縮小に伴い2014年12月25日をもってサービスを終了した。ありがとうございます。